旧店舗。中央通りとの交差点から、東2番町通りから見た、旧店舗1番町平和ビル、サザュ0は、日本の宮城県仙台市青葉区本町2丁目にある、味噌、醤油の醸造販売会社である。味噌屋として1854年創業になる、仙台味噌の老舗である。サザュ0の屋号は、代々の当主が名乗った、佐々木十兵衛の名による。 2008年現在の社長は2006年10月に就任した9代目の佐々木純一郎である。仙台では老舗の味噌屋として知られる。本場仙台味噌などの時点の味噌と醤油、仙台味噌味かりんとなど味噌を素材にした菓子類と日本各地で作られた伝統を活かした良い食品を売る。自社製品は通信販売もしている。サザ1が 味噌の販売を始めたのは、安政元年10月2日、佐々木屋4代目、十兵衛の時、仕込みは3年前の加盟4年のことであった。仙台味噌は、伊達政宗の時代に始まり、最も由緒があったのは、藩の御用を務めた新家部屋で、幕末創業の佐々十は、江戸時代、明治時代には、新興勢力と言えた。長い熟成期間を要する、味噌屋は、 資本力を必要としたが、当時の大きな家は、工事屋から工事を買って、自家で味噌を仕込んでいたので、江戸時代の購買者はどちらかというと貧しいそうである。十兵衛は自ら路地裏の家々に足を運んで味噌を売り、成功したという。佐々木十兵衛は、廃藩置県直前の1871年に、仙台藩が、市長、 副市長のもとに任命した28名の町人代の一人とされた。この市長以下は一時的、過渡的な制度で、町人長にだけ置かれたものである。十米は3.4丁目の人と記されているが、江戸時代の町人長の行政を引き継いで、大町3.4、5丁目を担当としたと思われる。明治に入ると仙台は十数年間に及ぶ、経済賃貸に陥り、 特に城や上級家臣の需要に頼っていた商家が、のきなみ没落した。代わって、一般消費者向けの商人が台頭し、味噌製造業では、自家生産の衰退が、需要拡大につながった。サザ1はこの波に乗って拡大し、明治末に、佐々木十兵衛は、仙台市第3位の高額納税者であり、 店舗の他大町五丁目を含む仙台市内に、宅地二十県内各地に、田畑三輪宅地を所有するまでになった。1924年に、佐々木十兵衛は、た173丁一単、畑35丁九単、計164丁六単の高地を小作人276個に、工作させていた。また、県の業界で、指導的立場につき、 五代目の十兵衛は重要輸出品同業組合法に基づく1898年の宮城県味噌醤油醸造同業組合の設立の際に初代組長になった。佐々木十兵衛は工業組合法を受けて1936年に仙台味噌醤油工業組合が設立された時初代理事長になった。1939年に 宮城県味噌醤油工業組合連合大会が設立された時も佐々木十兵衛が初代理事長になり一貫して県の業界の養殖にある佐々重を筆頭とする仙台の味噌醤油業者は1919年に共同出資により仙台味噌醤油株式会社を設立し郊外に工場を建てた現在の仙台味噌の最大手である 乗船はこの会社のブランドである。大町にあるサザジューの店舗、工場はそのままで、1937年に株式会社に組織返した。1927年に大町五丁目共同会の会長だった七代目の十ューが、三原本店の三原翔太と共に、七夕を売り出しを提唱し、後に全国的に有名になる仙台七夕の始まりを開いた。 1945年の仙台空襲で、サザジュの店と工場は消失した。これを機に製藩を分離し、仙台味噌醤油株式会社に、自社の製造部門の人員を移して、販売に特化した。こうした経緯により、仙台味噌醤油株式会社は、同系、系列とも言われる。サザジュの社長、佐々木純一郎は、2008年5月まで、 仙台味噌醤油株式会社の社長で、その後は会長である。戦後復興の際に、東二番町は50メートルに拡幅したので、サザ10はそれに従って、店の位置をずらした。江戸時代の店の位置は、現在の東二番町通りの車道である。1973年に8階建てのサザ10ビルを建て、その1階を店舗にした。仙台の中心街である、 中央通りのマーブルロードを待ちと、仙台市街を南北を走る、道の中で最大幅を持つ東二番町通りの交差点という目立つ位置である。代目1975年に良い食品作りの会の販売協力店第1号となり、社長の八代目佐々木十兵衛が良い食品を作る会販売協力展開の初代会長になった。 味を損なうような量産技術や食品添加物を極力チーずに安全、良質な食品を製造、販売しようとする業者の集まりである。この会は1993年に分裂解散したため、後継団体の一つである良い食品作りの会に加盟した。2007年10月に建て替えの必要が出てきた実社ビルを平和不動産に、 売却し、長年に営業を続けた大町を離れることになった。サザジュービルは、一番町平和ビルと解消され、再開発の対象となり、跡地に、新、一番町平和ビルが建築される予定になった。解体、基礎工事が進まなかったこともあり、当初予定から遅れることとなり、2011年8月竣工を予定していたが、 東日本大震災の影響により2012年1月、春行、2月プレオープン3月、ショッピングエリアフルオープンとなった。サザ1は平和不動産からの沈借で2009年1月31日まで旧店舗で営業を続け、その後本町に店舗を移して2月20日に営業を再開した。その後、2009年6月にサザ1は、 サンシティから広瀬通りに面したサラチを購入した。用途は未定だが、売却は、いわゆる、仙台ミニバブルの頂点で、購入は、その下落語である。ありがとうございます。